伊藤さんは発射の準備を始めた。15本の特大ペットボトルを発射台に装着。伊藤さん曰く、15本のペットボトルを一遍に発射させれば必ず安定した推進力が得られるという。しかも伊藤さんの計算では10メートルは飛ぶというのだが、この浮き袋、浮きはバーッそういう感じで流れます。泳げない伊藤さんのために万全の準備は整った。そしていよいよ3、2、1、0、ものすごい勢いで飛んでいく伊藤の塔。なんと目標よりも遥か遠くまで飛んでいってしまった。私の手を挙げながら人間ロケットとなって数十年乗り回ったことから超満開で見られた。人間ロケットは大成功だ。予想以上に飛んでしまって松永さんの器は飛ばない。慌ててボートに乗り込み救助に向かう松永と倍危うし伊藤様を呼べない。しかしいいはずのところで松永さんが間に合った。余震状態の伊藤松尾、ご苦労様でした。人がそんな気持ちを一言。